ココラコライフリバイバル。はい、ああ、水が倒れてる。ずいぶんもったいないことしてくれんじゃねえか。これじゃお水飲めないでしょ、みんな。しょうがないな、今水汲んでくるから待ってくるんだぞ。全くもう、全くもうだよ。この水の勢い素晴らしいね。みんな外に出たいかい。さっきから自己主張が強いね。ちょっとこいつらに水をあげてからな。水です。パーパーパー、喉乾くよねみんな。あ、ごめんごめん。はい、しっかり水飲みなさい。いいね。さてさて、みんな外だよ。ガトン。解放。解放。さあ、外の世界だ。じゃあ今日は電気柵の点検をするか。電気柵の電源は今オフにしているので、あとは手釜で設置部分の草刈りをするだけでございます。ほらほら、こっちから待ってっか。ここら辺はいい土ができてるな。前堆肥を積んでたとこなんですよね。いい土になってんじゃないか。いい土だ。いい土になってるから、こうやってツユクサとか、それからスベリヒユとかがあるんだな。これとかお前ら大好きじゃないか。スベリヒユお気に召しませんか。まあいいや。うん、ここら辺はイヌビユとかね。やっぱいい土にはいい草が生えるんですよね。当然のことながら、野菜のような雑草が生えるわけですよ。こうしてそのいい土作りが何より大事で、それを助けてくれるのが君たち。大地を耕し、糞を撒き散らし、循環に一役買ってるわけですね。